はぁ、立ち飲み。いらっしゃい。いらっしゃい。こんにちは。あ、はい。はい、ちょっと初めてなんですけど。今日はどんな感じで。そうですね。まあ、あんなにこう日本酒すごい飲むってわけじゃないんですけど、まあちょっとお酒を今飲みたいなと思って。まあでもちょっとあのさっぱりした飲みやすいお酒がいいかなって思うんですけど。なんと下に夏の限定酒っていうのが見てあるんです。あ、はいはい、はい、そうですかね、こちら。あ、かわいい、いいですね、はい、じゃあ、それでお願いします。はい、はい、おお、こんなもんでよろしいございますか。あ、もう、うん、うん、あ、すごいすっきり飲みやすいです。岡ビルからも歩いてすぐで近いんですよ、ね、そうね、ビッグカメラのビッグカメラの通り、あと1個と2個す、今日はここの通りにある立ち飲みができるという、そうね、お酒屋さんに行ってみたいと思います。はい、はい、行きましょうか。岡山駅前名酒センター、はい、岡山駅前名酒センターです。イエーイ。すげえ、前からあったここ。あったあったあった、なんかなんとなくあったような感じがするけど、なんかいつも通り過ぎちゃって気づいてなかったかもしれない、うん、あ、これちょっと入り口から YouTube もね。あ、本当だ、YouTube もやってる、インスタも、Facebook も Twitter もあります、はい、テイクアウト始めましたって、日本酒のお持ち帰りで、日本酒のテイクアウトですね。うわー、すごい、お酒いっぱいある。あ、私今、仕入れをしてるんですけど、はいはいはい、まあ、地元のお酒だったら、やっぱこの地元の花屋さんと、こう、密になって、連絡取り合って、日本酒のもらったりとか、で県外のものに関しては広島の酒匠山田さんという大きい酒屋さんがあって、そこの方とよくしてくれてるので、そちらが大体こう地方のものは扱ってます。これなんか見たことある、見たことあるんだけど、これの熊さん、かわいいな、これは。このかわいいコーナーです、私は勝手にこっちもあのケンシロウとかね、そうね、タラバコ気になったり並べて面白いのが、ブナガロックは、あれは400円か450円ぐらいだと思います。そのタンクないです。飲みやすくて、まあ日本酒、そなんか女の人、まあ、すごい好きっていう人と、うん、そうですね、あんまり日本酒はっていう人って多分多いと思うんですけど、まああんま日本酒は飲まないんですっていう人も意外と飲んだら、まあ、意外と日本酒って飲めるなって思えるような日本酒ってありますか。ホービデンっていうお酒なんですけど、これ栃木のお酒なんですけど、このシリーズは意外と甘めなフルーティーなお酒が多いので、意外と女性の方も飲めますが、入れますね、はい、で、うちはなみなみ入れさせてもらって、表面張力でこぼしたら笑える、はい、うまい、入れるの毎日やってるのでこれうまいな、どうやって飲むんですか。ですよね、お迎えに行ってください。お迎えに行ってまいります。じゃあいただきます、はい、どうぞ。どうでしょう、おいしい。全然飲める。ちょっと汁わに込めないですか。はい、なんかすっきり、あんまひつってくる来ない感じですよね、うん、はい、フルーティーっていうのもすごい分かる。いい顔フルーティーっていうのもめっちゃ分かります、はい、これなんかちょっと果物というか、なんかフルーツの味というか。すごい気になったのが、はい、この前にある毎週水曜日、そうそう、今日水曜日です、水曜日レディースデー、女性の方はここの下の段、梅酒かノンアルですけど甘酒か、うん、リキュールが一杯サービスさせてもらってるので、しかもノンアルで紫の甘酒、はい、
たい。おー、はい、おーこれもお受けてください。これも中に行きます。いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。アトラクションみたい。まず匂いから、うん、え、これ何、紫芋？いや、これは紫黒米と麹ですね。え、芋っぽい匂いする。でもいい香り。ちょっとブルーベリー、そうそう、なんかブルーベリーみたいなに米のぬ、米のとブルーベリー混ぜましたみたいな感じ。味がめっちゃジュースみたい。ブルーベリーのというこの、このなんていうんだ、普通の甘酒よりも美味しいかも。そうなんですよ、私そっちの方がいい。飲めないんですよ、甘すぎて。あ、そうなんですか。でもこれはちょっと酸っぱいですよね。酸味があります。で、これあるじゃないですか。今ちょっとバッグ持ってたんやけど、ここにちゃんとこう荷物を置けるようにあ、で傘とかも関係立てれるし、すごい便利。そういうのみやね。そう、だから荷物とかあってもちゃんと、しかも3段に分かれてあるから。これ、はい、これ可愛いでしょ、瓶が。すげえ。ちょこっと、はい、この瓶にちょうど60、あの、もう本当お店と飲むのと一緒です。60入れさせてもらって、で、一杯分のお値段と、あとテイクアウトは瓶代だけ、あの50円、1個につき50円いただいてます。で、あとホルダーと紙袋で、まあ、200円かかるんですけど、例えば次またテイクアウトされるんだったら、この瓶持ってきてくださったら全然、はい、お値引きしますので。海外のジャーナルの、はい、サケツデイ、はい、ありがとうございます。飲まない人でも普通に、うん、全然飲んでいただける。別にあんま日本酒って感じがしないけど、ね、後味が日本酒、本当に。だからなんか日本、あ、ちょっと日本酒飲んでる味みたいな感じで、こうなんかそんな気分にもなれるという、はい、いい感じのお酒を、はい、で今日は、はい、ありがとうございますっていう感じで、あのぜひ日本酒好きの方はめっちゃあるんで、あの、いっぱい飲んでる方はこう飲み比べとかできるかなと思います。はい。気軽にね。はい。あ、すいません。相手やってます。あ、ごめんなさい。お姉ちゃん、お姉ちゃん、すいません。あ、ちょっとお願いしていいですか。あ、はい。いらっしゃいませ。ちょっと初めて来たんですけど。あ、はい。ちょっと夏、初めてですか。夏らしいものちょっと飲みたいと思って、はい、なんかおすすめが。あ、夏ですか。そうですね、まあ、程よい感じの。今こちらに夏の限定シコーナーっていうのを設けてまして、こちら一応夏メニューっていう形になるんですけど、こちらなんてどうですかね。こちらがですね、あの京都のお酒になるんですけど、こちらあの日本酒の度がねプラス1って、これプラスになるとちょっと辛口になるんですけど、いいですね、ちょっと辛いかなっていう具合で、あの、でもすっきりして飲みやすい。じゃあそれを男性でも女性でもすごい飲みやすいっていうね。で、これに日本米っていうお米を使っていて。開けれねえよ。普通にあの。は？あ、そう。あ、そう。おお。どうでしょうか。いただきます。はい。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。